こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今回ですね、葉月ルーペについてご紹介したいと思います。今回ですね、葉月ルーペですね、よくテレビのコマーシャルでも、でも皆さんおなじみだと思いますが、私ども扱っておりますので、まあ、大きく分けるとこういう大きいタイプとですね、葉月ラージ、葉月コンパクト、まあ、大きく3つあるんですよね、最近。その中で倍率も 1.32 倍、 1.6 倍、 1.85 倍というふうに、バリエーションも非常に増えてまいりましたので、非常に評判のいい、まあ、ルーペですね。これ老眼鏡というより、まあ、倍率決まってますけど、左右のね倍率決まってるんですけど、メガネの上からかけたり、そういう作業するときなんか特にね、よろしいかと思います。ね、以上でございます。よろしくお願い申し上げます。